ワンピースが大好きな神木です。今回もですね、ちょっとジャンプの内容になりますので、単行本派の方はですね、すぐに動画を閉じてください。はい、最近のワンピースで衝撃の事実といえばですね、やっぱりゴムゴムの実っていうのがですね、実は人々の実、モデル2価というものであって、それをですね、まあカモフラージュするというか、世界政府がですね、別の名前を与えて、ゴムゴムの実ということで世界に流通させてるということが分かったんですよね。この衝撃の事実にですね、まあびっくりしたわけなんですけども、これさ、思ったんですけど、ということはですね、ゴムゴムの実というですね、まあ純粋なゴムゴムの実ですよね、というものが存在する可能性っていうのもあると思うんですよ。ということで、本当にあるもう一つのゴムゴムの実に関するですね、深掘り動画をちょっと撮っていきたいなと思います。皆さんはワンピースの世界にもう一つ、ルフィのような能力を持った人物がですね、いたらと思ったらワクワクしませんかね。もしその人物がいたらどこにいるか、そしてその人物がやる役割っていうのは何があるのかというのをちょっと考えてきましたので、話していきたいと思います。このチャンネルはワンピースを世界一楽しむをコンセプトに動画作りをしておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方をよろしくお願いします。それでは行きましょう。人々の実で浮上する本物のゴムゴムの実。はい、先ほど言ったように、もともとですね、人々の実、幻獣種モデル2価というのがワンピースの世界に存在してたんですよね。しかし2価、その2文字すらもですね、世界政府としては危険視してるみたいですので、世界にその名前を広めたくないという意味でしょうけども、その悪魔の実にゴムゴムの実という名前を付けたんですよね。そしてそれをルフィが食べて、今までずっとゴムゴムの実とかですね、言われるようになってると。そういうことなんですけども、ゴムというのはワンピースの世界で当たり前にある、まあ、ウソップ輪ゴムとかでもそうですし、普通にあるものなんですよね。なので単純にパラミシア系のゴムゴムの実というものがですね、ちゃんと存在しているというのは十分あり得ると思うんですよ。まあもちろんですね、ゴムゴムの実っていうのはですね、ルフィだからあれだけ強かったと思うんですけど、その辺のですね、村人 A とかですね、もう私なんかがゴムゴムの実を食べても何にも活用できないまま寿命を迎えるはずなんですよね。しかしこれですね、重要な人物が食べているとしたらと考えると、ちょっといろいろとですね、結びついてくるところがあるんですよね。はい、どういうことかと言いますと、それが次に繋がってきます。政府が追っていなかった理由。まあ、こちらですね。世界政府というのは800年間ですね、その人々の実、幻獣種モデル2価を手中に入れようと思ってるということが明かされております。だけどもなかなか手に入れることができなかったんだということで説明されてるんですけども、それにしてはですね、ルフィのゴムゴムの実をですね、本格的に奪おうという描写っていうのは今までなかったんですよね。NS ロビー編でも、まあ、ロビンとかフランキーを捉えようとはしてたんですけども、そこでついでにね、あの人々の実を食べてるルフィを捕らえなきゃいけないという使命感が絶対芽生えておかしくなかった状況なのに、そういうことをやってなかったと。まあ頂上戦争編でもそうですよね。ルフィというのはあくまで一海賊団の船長として危険な人物だということは思われてたんですけども、人々の実を食べてるから絶対に捕らえろみたいなことは描かれなかったんですよね。これってですね、当時人々の実という存在がですね、ワンピースの中で考えられていなかったんじゃないかとよく言われるんですけども、そうじゃなくてですね、こう考えるとどうでしょうか。もしかすると世界政府の中に体がゴムそのもののように変化する人物がいたと。そういうことであればですね、あながちおかしくないんですよね。どういうことかというと、世界政府内に体がゴムのような性質を持つ人物がいましたと。そしてルフィも同じような性質を持ってますという状況になっててですね、世界政府はその内部の人間こそ本物の人々の実の能力者じゃないかと、そう思ってたらどうでしょうか。いわゆるさっき言ったように人々の実っていうのはゴムゴムの実という別名が与えられてますけども、別名ではなく本来の名前としてゴムゴムの実が存在していてですね、そっちをルフィが食べていて、世界政府側の人間が人々の実を食べてるとかなり確証を持って思っていたらですね、こっちが覚醒することを待ってるだけであって、ルフィに対しては全然、まあそれは単純にゴムゴムの実だからとですね、思ってるのであれば追わなくていいわけなんですよね。人々の実というのは数百年間覚醒することがなかったという説明もありますので、どちらが人々の実かわからなかった説なんですよね。世界政府としては内部に人々の実、幻獣種モデル2価の能力者がいるがゆえにその人を大切に扱っていると。そしていつかその人が覚醒することを待っていて、覚醒することによって世界政府にとってもめちゃくちゃメリットがあると思われてたんですけども、実はそれがミスリードというか、世界政府もそっち側が本物の人々の実だと思ってたんですけども、ルフィが食べてしまってたものこそが実は人々の実だったということが今分かってしまったと、そういう状況なんじゃないでしょうか。ということで、そのゴムゴムの実の能力者というのが誰だったら熱いかですね。そう考えていくと、やっぱりですね、この人に行き着くんじゃないでしょうか。イム様ですね。イム様こそが人々の実、幻獣種モデル2価を食べてる人物だと思われていて、それがゆえに五老星とかというのはすごくへりくだってたんですけども、実は違ったというですね、そういう展開が待っているのかもしれません。まあそうだとですね、イム様というのはあれだけ崇拝されているのに、なんだ使えねえじゃねえかということになってしまうんですよね。ということで、イム様というのは追われる立場にまさかなってしまうんですけども、
ども、そうなってくると考えられるのが、イム様すらもルフィが助けるという展開なんですよね。ルフィというのは目の前の困っている人っていうのを全力で助けますので、イム様がどんな人かわからない。まあルフィというのはその過去にも全然縛られないじゃないですか。目の前でもう世界政府全体から追われるイム様という人物がいるとするならば、純粋に助けてあげようと思うのがルフィなんですよね。なのでもしかすると、イム様率いる世界政府軍団 VS 麦わらの一味率いる大船団みたいな構図をぼんやり考えてたと思うんですけど、そうではなくてイム様を守るルフィ率いる大船団 VS 世界政府と、そういうことになってくるのかもしれませんね。またこれも考えられますね。ドフラミンゴが言っていたマリージュアの国宝ですね。それイコール人人の身の能力者ということも考えられるんじゃないでしょうか。まあそれがイム様かもしれませんし、もしかしたらまた別にですね、世界政府の中に人人の身幻獣師モデル2かと思われていた能力者がいて、その人がいずれ覚醒するとすごいことが起きるぞということが天竜人の中では、まあ、通説でドフラミンゴも知っていたと。そしてドフラミンゴはそれを知っているがためにその人物のことをそう言っていたと、そういう可能性もあるんじゃないでしょうか。まあ今様と別でマリージュアの中で囲まれている人物というのがいるかもしれませんね。しかしさっき言ったようにその人っていうのはもう人のみ幻獣師モデル2かではなくて、ただのゴムゴムの実の能力者ということが分かってしまいますので、そういう静粛が始まってしまうと。そしてそれが大きな戦いの引き金になったりですね、ルフィがそっち側を守るとですね、そういう構図が出来上がってくるのかもしれません。はい、どうでしょうか。もしもですね、体が伸びるとそういう性質だけを持った純粋なゴムゴムの実があったとするならば、どういう展開が待ってるかというのはちょっと考えてみました。ぜひ皆さんの感想考察聞かせてください。またちょっとここで謎なのはですね、そのニカですよね。ニカっていうのはゴムゴムの実の能力者だったんじゃないかというのも引っかかってきますよね。人の実幻獣種モデルニカというのがすごくワンピースの世界の中でも飛び抜けて異質なんですよね。幻獣種ということですので、フェニックスのような存在として人々の中で伝説上の生き物として捉えられているのがニカという、まあそういうカテゴリーなのか。だけどですね、戦士とも言われておりますので、個人名にも見えますよね。そこがすごく謎なんですよね。もしかしたらさっき言った純粋なゴムゴムの実を食べたのがニカという人物で、そのニカがあまりにも、まあ、異質な存在、体は伸びるしめちゃくちゃ楽しそうに戦うしっていうことで幻獣のように捉えられていて、ニカだけは能力を宿したまままた別の実、人の実に宿ることができたんじゃないかとかですね、まあいろいろ考えられますよね。はい、まだですね、人の実ニカに関してはですね、謎がいっぱい詰まっておりますし、解き明かされていくと思うんですけども、一方でですね、まあ純粋なゴムゴムの実というのを考えていくとですね、いろいろ可能性がまた広がりますよね。はい、ということでぜひ皆さん、コメントよろしくお願いします。今日もありがとうございました。じゃあね。